パワンクマールチャムーリンは、インドシッキム州の政治家。シッキム民主戦線の総裁で、シッキム州首相。シッキム南部のヤンガンに生まれる。1973年から政界に入り、1985年に、ナルバハドゥール・バンダーリー率いるシッキム闘争会議から、シッキム州議会選挙に出馬し初当選した。1989年から1992年まで、 州首相バンダーリーの下で、チャムリンは産業、情報、公共関係大臣を務める。しかし、チャムリンはバンダーリーの独裁的な性格や特権層との癒着に反発して、と終わり、1993年3月4日に、湿キ無民主戦線を創設、自ら総裁となった。反バンダーリー勢力の取り込みに成功したチャムリンは、 SDF 成立直後の1994年に早くもバンダーリー率いる SSP を破って州政権を獲得した。これによりジャムリンが州首相に就任している。省員としては約15年に及ぶバンダーリー政権が村落開発を進めなかったことへの不満が住民の間で募っていたのに対し、 SDF が草の根を施行し存落開発重視の姿勢を見せたことが指摘されている。これ以後の修正時は、チャムリンとバンダーリーに遺跡との一騎打ちの様相を呈していくことになる。中央との関係を重視するバンダーリーに対し、チャムリンは州内政を重視する姿勢を有していたとされる。結局、年を追うごとに、チャムリンは州内での地方を固め、バンダーリーを寄せ付けない。 強さを見せるようになった。1999年、2004年、2009年の、いずれの衆議会選挙でも SDF は勝利し、特に2009年衆議会選挙では、衆議会32議席すべてを独占する圧勝であった。湿気無臭に割り当てられているロークサバーの1議席についても、1996年から現在に至るまで SDF が維持している。 しかし、2009年末頃から、州政府閣僚を1994年以来務めて、きた SDF 重鎮である、クレムシン・タマンで知られるが、長期政権を維持するチャムリンへの批判、反対を開始した。2013年2月4日、タマンの影響力の下で、反 SDF を掲げる新党漆器無革命戦線が、結成され、同年中にタマンは SDF を離党して、 SKM 党首に就任した。これにより、ジャムリンの最大の政敵は、バンダーリーからゴレーへと変わったことになる。2014年4月12日の執勤衆議会選挙と連邦会員選挙では、SDF と SKM が事実上の一騎打ちを繰り広げた。SDF は、両選挙で勝利を収めたが、衆議会については、SKM に10議席を奪われて22議席に交代した。 まもなく、チャムリンは5期目の州首相に就任したが、この5期連続という記録は、西弁がある州のジョティバスに並ぶものである。また、バスの州首相在任年数は23年であるため、もしチャムリンが、現、任期内の2018年まで在任していれば、この記録を破ることになる。ありがとうございます。